はい今回は蓮舫さんの2024年7月6日の新宿の凱旋から票がどう動くかを憶測してお話していきます。今回もよろししくお願い,いたしまな、まあ、何としてもですね蓮舫さんに勝っていただきたいと、まあ、そういった願いを込めて今回もお話していきますが、まあ、この今日ですよね新宿の凱旋の見ましたけどものすごい盛り上がりを見せてものすごい人でした。 あのもう新宿がです、ねえーまあ、その見た限り蓮舫さん一色になっているということで,でマスコミはです、ね、小池百合子があー、まあ、リードしているとかというデタラメを言っていますがマスコミのそういったデタラメ誘導に乗らないことが大切なんですね蓮舫さんが3位とか意味不明なことを言っていますがあ今回の,この、ね、新宿の凱旋を見る限り蓮舫さんはぶっちぎりの1位だと思います。 ちょっと気になるのはですね、新宿なんか、雨が降っていたみたいなんで、えー、明日ね、雨が止むことを願いますあの。雨が降ったりするとですね、投票率にも影響しますし、投票率が下がるとですね、小池理子の組織票にやられる可能性があるのでということで,で、今回ですね、えーまあ、7月7日の前日、7月6日ですが、まあ、すごい盛り上がりを見せていた蓮舫さんのね、えーまあ、街頭のなんですが、 まあ何を思うのかっていうと、まあ、街頭のですねこのリアルとまあこの SNS の両方で、蓮舫さんものすごくまあ支持されているわけじゃないですか。で、えー、まあこのままいけばですよ、まあもし皆さんも思うかもしれませんが、もし、えー、選挙のズルがあっても、そのズルもひっくり返せるんじゃないかと僕は思いますけどね。で、えー、まあこの ななんていうのかなどうにかこうにかしてマスコミはですねこの小池百合子を通したいと思ってるんですが例えばですね蓮舫さんに投票してる人っていうのも数多くいらっしゃるわけですよそれがですねあんまり SNS で話題になると良くないんで例えば自民党、マスコミはですねズルしづらくなるのでそういった話題に触れないように小池がややリードしてるとかっていうデタラメを言って、まあ、話を終わらせようとします。 まあつまり選挙のズルがあ、ねえー、しづらくなるのでその SNS の情報をうまく広がらないように、えー、まあやってるんですよと僕は思っていてただ余計を考えればねこのまま行ったら蓮舫さんが、うん、あの票を取れて、えー、ね東京都知事選で勝てると思います。 でこのマスコミのその誘導としては小池百合子がややリード蓮舫さんは3位とかね言ってますが僕は調べていて僕なりに思うことですが蓮舫さんが1位で石丸が2位小池百合子は3位だと思いますでこれっていうのはほとんどの人が言いませんけど僕なりにちょっと考えたんですよシュミレーションっていうことでねこのシュミレーションを考えるまあこういうこと言う人があんまりいないのかもしれませんが 東京都民が1400万人いて、だいたい有権者が1100万人なんですね。で前回の都知事選投票率55%っていうことなんで、前回605万人が、まあ、行ってるわけですよ。切、ま、り、あ、よく計算して600万人として、今回、えー、600万人が行ったとするじゃないですか。で、必ずこれ組織票が動くんで、えーまあ、小池恵梨子に組織票が動くんですね。どれほど動くかっていうのは分かりませんが、まあ、例えばあ小池恵梨子に、えーね、200万の組織票が動いたとします。 しかし、小池百合子にすべて組織票が動くとは思えないんで、そのうちの、まあ、どうでしょうね、2割ぐらいが、まあ、蓮舫さんに流れたとしたら、200万票のうちの2割、40万票ですよね。で、さらに、まあ、無党派層の票もですね、蓮舫さんにかなり流れていくんで、まあ、どこら辺か分かりませんが、まあ、30万票から50万票を、まあ、蓮舫さんに流れていくと、大体ですね、こういった計算になると思うんですよ。 蓮舫さんが、まあ、大体取れるのが、まあ、大体250万票から、まあ、270万票ぐらいかな。小池合子っていうのはほとんど組織票しか取れませんから200万票近く210万票とかで終わるんで僅差で蓮舫さんが勝てるっていうことです。 石丸真嗣とかは分かりませんが、50万票とかで、あとは他の人たちが票を割るっていう計算だと思いますし、この形で蓮舫さんが勝てると思うのでね、最後の最後まで蓮舫さんが勝てることを願っていますし、東京都知事選ですね、小池力,力をひっくり返すのは蓮舫さんしかいないと、まあ、今回、ね、本日7月6日の新宿の外旋を見て、ちょっと思った感想をお話しいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。